私嘘つきだから今のも嘘エントリーキュー俺かびっくりしたおっすおじょうおざっすもうちょいで、はい、私、こっちになります。シャキーンっていうのは冗談です。いやー、ね、もう、17歳から、もう、おじさんですよ、僕も。悲しいことです。お、いいね。お、どうも、こんばんは。こんばんは、こんばんは。もうね、あと15分後、そうだね、もう15分後。まあ僕はおっさんになります。よいしょ。まあ本当はね、50分くらいにやろうかなと思ったけど、まあもしなんかトラブルがあったらね、ちょっとあれなんで、まあ、ちょっと早めに。もうおっさんだって、だって俺なんかもう、ほんといい年したおっさんでは18歳でいや。まあでもね、まあ嬉しいのやっぱ、これでね、一稼ぎしていきますよ、もうこれで。キンキン。ジョジョ、イエス。今日は12時半から、ジョジョ4部、ダイヤモンドは砕けないかな？確か。確かそうだよね。確か。そうですな。もう6月3日、ダイヤモンドは砕けない。楽しみでありんすよ、もう。当たったら飯おごって。OK、いいだろう。おごってあげようじゃないか。とりあえず、1万円を、そうだな、5000円を、3000円を1パチ、で、2000円を4パチ、で、5000円は、まあ、ジャグラ、北斗の剣、まあ、その他もろもろだね。こんばんは、これからも KBC プロレスを応援します。ありがとうございます。まあ、いつかはね、まあ、本当に BJW と、まあ、ドラゴンゲート、新日、全日、あと、ガンプロっていうのかなあれは、DDT。まあ、そことね、まあ、共演することを、まあ、ね、ちょっと目指してます。頑張ります。ちょっと本当に、まずいっすね、非常に。まあ、12時まで、もうあと、あ、こっちか、OK。まあ、あと2分、あ ?12 分か。拡散しましょう。ちょっと。あ、間違えた。まあ明日はね、なんか、親がステーキ、なんか、ステーキ屋連れてってくれるっていうんでね、まあそちらの、まあ Twitter も出すし、まあ、YouTube も、まあ、出そうかなと思っております。板橋のマンジ TV、ギータカです。え？板橋？あれ？板橋？あ、板橋って今だいないって。君、ダメだよ、ちょっとそういう、ちょっと嘘ついちゃう。ダメだよ、ちょっとオーディションしないとちゃんと。ほら、これで、これを舐めてね、ちゃんと耐えられる。それがまんじだよ。そこの、なんちゃってまんじの、なんていうの？ギータカっていう子ダメだよ、ちょっと。KBC プロレスと BJW の共演が一番見たい。もちろんね、もうドラゴン龍騎とかね、もうそこら辺も一応は所属してるんでね、まあ KBC プロレスに。はるちゃんも、いつもボコボコやられちゃうけど、はるちゃんは。まあ、頑張ってますよ、本当に、皆さん。ちょっとね、あった。あれ？違うな。ちょっとリツイートしましょう、ちょっと。あった。いや、すでに耐えましたよ。君嘘ついちゃダメだよ、そこの、ギータカ君とやらは。もう、ギータカ、そうそう、ユリカ、そうそう、うちも舐めてよ。ギータカ君に、はい、お前ブロックギータカブロックっていうのはね、まあ冗談。でも、ギータカ君は、
まだあれだよ、万事の、ただ、スカウトで、ただスカウトされただけなんだから、推薦で、やっぱ、それなりの、やっぱり、ね、まあ、腕というか、まあ、いろいろそれなりの覚悟をね、見せてもらいたいもんです。伊藤隆二とのタッグが見たいな。殺されちゃう。俺殺されちゃう。ただね、嬉しいのは、4月がね、ちょっとね、すっごい嬉しいんだよね、4月が。いや、すでにマンジファミリーでしょ。そうっすか。お嬢どう思いますか。ちょっとゆりかお嬢、ギータカ君はこのなんちゃってマンジを名乗ってる方は本当にマンジっすか。ちょっとまあね、4月のカレンダーがね、まあ伊藤ちゃんっていうのがちょっと嬉しい。やっぱ同じね、誕生日として、で山川隆二さん、ね、居酒屋やってる、プロレス酒場やってる人が同じ、俺と同じ誕生日ということでね、まあちょっとね嬉しいということで。あと10分。ギータカ違うやろ、ただの犬やろ。本当だよ、君はねもう下僕ですよ、下僕。はるちゃんの、はるちゃんより下だよ、ギータカ君は。もうはるちゃんより。コーナーからドラゴンスプラッシュが見たい。ドラゴンスプラッシュね、俺ね、やりたかった。プロレスの道場イベントの時に、こう、僕のね、友達いるんだけど、その子が、こうやって、そのまま、バーンって、あれは、羨ましい。本当に。やりたかった。俺も、小学生だったらやりたかったよ。ダッチンだってあれだぜ、だって、コブラチリ頑張ったから、一応はもう推薦で、合格だよ。あいつなんてもう1週間だよ、まだ、マンジ歴1週間だよ、たったの1週間の人間でも、ギータカより、あれだよ、上だよ。わお。すごいね。いや、ギータカ。ギータカがこれでね、なんか乳首こうやってやったとき、俺んち来たときに、ああ、気持ちいいってずっと言ってたんですよ。どう思いますか、これは。ちょっと、これは問題ですよ、これは。これを使ってね、ギータカが乳首にやったら、ああ、やばいっつって。問題だよ、ギータカ。これはダメだよ、もう。よいしょ。NOAH 団体かな、ちょっと調べてみよう。あ、ノアか、ノアで、ノア見た時コーナーからドラゴンスラッシュやったら怒られた。いや、それは怒られるでしょ。それは怒られちゃうよ。てか、マンジファミリーやと思うなら、研修生の前でコブラチリ舐めたら認めてやるよ。そして、私としてはギータカーは変態だからファミリーにしたくない。なるほど。まあね、変態にもね、まあね、度というのがありますからね、やっぱそれなりの。いや、それをね、超えちゃうと本当、惹かれます。本当に。僕が過去に経験した、それは。中学校の時に、やらかしました。あいつは人間じゃねえ。本当、ギータカは人間じゃねえ。すぐ、なんか写真撮るときに、絶対になんか変な顔するの。ギータカって、その、まだ、なんていうの、すっごい、なんか、同じ顔しかしない。例えば、カラオケ行った時とか、なんかもう、こういう、なんかもう、もう自分じゃないみたいな。ラーメン食べに行った時もそう。なんかもう、なんか俺のパクってんだか知らないけど、なんかもう、パクりすぎ、ギータカ君は。うん。伊藤隆二、イケメン、もちろん。僕はね、この、イベント行った時に、なんか選手が最後にカラーボールこう投げた時に、俺がガブッとね、こう、取りました。まあ、あとは、こちらの、デスマッチ。そして、うちのこと、エロいとか言う、ギータカ好きだな、ほんと。ギータカ君はほんとそういうのが、趣味だかなんだか知らないが。ちょっと一応、ツイッターで。
俺の最後を見届けてくれ。とりあえず明日明後日はね、もう忙しい、本当にガチで。明日飯行って、次の日にそうだね、ケーキワンホールを食べるって動画を撮って、んで、まあ3日は何やってんだろう。あ、3日、そっか、4か4日、4、5、6はほとんど暇だな。なんかないかな。という間に55分。テレビ消しとこう、電気代の無駄。マネレスでドラゴンスプラッシュをして、え、俺やってよ、やったんだけど無理なの実際。あれ俺んちほら、なんて言ったらいいのかな、高いあれがないのよ、なんかそういう椅子とかさ。だからやったとしても、ほんとこのこうやっここで、あの多分落下すると思う。ただシーマの、あのシーマちゃんのあのメテオラと、あとタニアンのインプラント、あと KG タイムならワンチャンいけた、確か昔やった時は。エイプリルフールは楽しかったな。柔軟最後の思い出になったかな。なった。だってこれね、あのね、俺の友達、その、まあ、学校の子なんだけど、なんかめっちゃなんかディスってきたもん。え、コバ、え、コバが、コバがとか。まだね、まだその子は知らないからね、ちょっとまあ、学校当日までちょっと泳がせとかかなとね。それもなんか人のそのお嬢の写真を使って、なんかエロい、そして胸でかいとか言うね。もうちょっとこれマイナスポイントだなと思いました、ほんと。あげくの果てに、なんか、ふくれなちゃんかわいいとか言ってきたし、もうほんと、エロいんすよ、そいつもなかなか。あ、あの、セカオワ駅長っていうチャンネルなんでね、もしよろしければ、あの、まあ、僕の紹介できました、あと。オリジナル技作ったら、オリジナル技か。オリジナル技俺一個だけある、一個だけ。あの、まあこう相手の首を持って、まあこう足をね、こう足こう引っ掛けて、そのまんまこうバーンって倒す技。まあ基本やってるから、どのレスラーも。これはね、やりたいけど、ほんと死んだらまずいから、やらないっす。うち、ん、そんなにうちエロいのらしいっすよ。なんか多分初めて見た人は多分エロい、ほんとに。ちょっとね、この写真を、それも送ってきたんすよ、そいつが。この写真を、どっからか保存したか知らないけど、これを送ってきて、なんか、思っただけと、まぁ、あ、ちょっと、こういう、どこだ？なんか、これを見て、まぁ、あ、こう、彼、こうね、LINE が来ました、こうやって。おっとっとっと。あ、58分じゃん、もう。58分じゃん。さあ、あと2分。あと2分です。やだな、コバちゃん。最後にツイッター出しとこう。17最後と。さらば17歳。さらば17歳。コバが18になる。ほんとね、やだね、ほんと。あ、でもそっか、パチンコは、6か7、どっちか行こうか迷ってる。みんなはどっちがいいと思う？ 6 か7。あえて7を狙うか、それかその7の一歩手前、まあその、なんか7だとみんな来るから、ちょっとこう飲ませようかなって思う手もあるし、まあ、7でちょっと出そうかなっていう、ちょっとね、そこそうだ、聞きたかったんだ。そうだ。あと1分だ。ちょっと、軽いあれだ。ちょっとあれだ。ああ、17歳、最後のミルクティーがうまい。59分。6か。じゃあ6にしましょう。まあ、もしね、これで負けたとしても、まあ、それはね、自分の、まあ、これの運がなかったっていうね、まあ、結果になるんで、まあ、あれですが。じゃあ、ちょっと動画を。はい、どうも、こんにちは、コバちゃんです。ということでね、まあ、今日は、まあ、17歳、まあ、最後ということなんですけどね、もう、1分後、お時間ということでね、まあ、今、ツイッターを、あ、ツイッターじゃないよ、ツイキャスをね、まあ、ちょっと、通してやってるんですけどね、
いやー、僕もね、まあ、17歳から、まあ、18歳、まあ、いろんなね、ことができます。まあ、あんなことやこんなこと。まあ、はい。まあ、そこはご想像に任せますけどね。はい、55、56、あ、57、58、59。はい、12時、あれ ?12 時だ、そうだ、12時になりました。イェーイ、イェーイ、パフ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 。まあ、はい。まあ、とのようでね、まあ、よいしょ。まあ、こう、今ね、ツイキャス。あ、ツイキャスか、そう、ツイキャスを通してね、やっております。まあ、ギータカ君がね、消えたというのはちょっと残念だということでね、まあ、今度、コブラチリのケーキでも、ギータカ君にはあげたいと思います。いやー、私も、18歳、おじいちゃん、なりました。もう、あとはね、まあ、20歳になって、そうだね、夢の、小林ランドを作りたいと思います。まあ、あとは宝くじを、まあ、今年1億円を当てて、まあ、みんなでね、まあ、ハワイに行きましょう。というわけで、コバちゃんでした。アディオス。あ、今これで、まあ、動画は終わりで。ありがとうございます、皆さん。ケーキありがとう。ありがとうございます。パチンコ楽しめよ。あざっす。パチンコ。もうね、やります。パチンコよ。パチンコです。よし。まあね、今、リア友から、今、メッセージが来ました。てか、アンダギーから連絡来ないんですけど、ちょっとどういうことですか？ちょっと、はるちゃん。ちょっと、俺。はるちゃん。はるちゃんから来ないんだけど。ちょっと、これは、おこだよ、こばちゃん。ただね、もう、このキャスは一枠だけで終わらせましょう。まあ、なぜかというと、まあ、30分から、まあ、ちょっと、ジョジョ見たいんで、僕、ダイヤモンドは砕けないを。まあ、ということで。はい。ギャラリアして、リバースのブレーンバスター上から持ち上げて、開脚式、ツームストーンからのパイルドライバー。マネレスで、マネレスね、やろう。またドラゴン君を。いやー、嬉しい。嬉しいでございます。金のフラッグ、旗、マイナス5。どういう意味だ？これは。なんだろう、この金のフラッグ。金のフラッグです。青よりも、動物がやる気を出しますが、たまに走りを邪魔する、キツネが強度やるか。おー、すごい。いやー、来ますね。来た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 。レオから来た。レオちゃん。ハッピーバースデー、ハッピーバースデー、ハッピーバースデー、デイコバ、ハッピーバースデー、ハッピーバースデー。ちょっと。エッグさんスタンプを 送りました。ありがとう。お、あ、アンダギーから来た。アンダギーから来た。ありがとう。ありがとう。ありがとう、はるちゃん。ありがとう、はるちゃん。愛してるって送っとこう。愛してるって。ちょっと。あ、なんでこういう時来んの？はい、もしもし、関東卍連合、鶴見を代表しています。小林です。ツイキャスやってるよ。なんでどうしたの？あざーす。ツイキャス見てるよ、俺今。あ、見てんの？聞こえる？聞こえるよ。おう。なにこれ YouTube 撮ってんの？ギータか。撮ってねえよ。なんでお前。昨日さ、ユリカの動画撮ってたのにさ、今日俺のが撮んないんですか？ちょっとギータかさん。それはないんじゃないですか？あ、そっか、そっか、いや、キャプチャーとかじゃなくてさ、こう、カメラ置いてさ、こう、またこう、こうやって、こうやって。メッセージ待っとれ。そこは普通、やるべきでしょ、普通は、君。いや、でもこれで、俺も、AV 男優にはなれんぜ。聞いたか。白崎あおいちゃん、木村つなちゃん、つぼみちゃん、やり放題だぜ。どうだ、ギータか。おうじゃねえよ。でもね、俺は決めた。パチンコに水曜日に行く。お前さ、今、閉店だよ。閉店くんだよ、もう。そうそう、もう閉店閉店。じゃ、とりあえずスピー6カ人。え？スピーカーでは今聞こえる？ん？いや、ギータかだよ。ツイキャスの方に聞こえる？あ、そっかそっかそっか。ごめんごめん。待って、今聞こえるか見てみる。僕のこっちのあの、
ねえ、コバット3世で。ツイッターにリプ送ったぞ。兄貴、ありがとうございます。ありがとうございます。兄貴、ありがとうございます。ギータか？何抜いてんの？抜いてねえよ、バー。俺はね、もう4月の2日、その4月の2日から、ちょっと何日まで耐えられるかっていうのやってみようと思う。いや、お前はもう18歳だったんならもう1年間抜いちゃダメ。ははははは、無理、死んじゃう。まあ、それ俺からの、うん。その、何？挑戦状だよ。いや、いらない、挑戦もしたくないわ。お前、追加されてるのがこれもやるべきだと思うぜ。なんそう、そうつくの？ちょっと待って、今聞こえるかテストする。俺の誕生日プレゼントってやつ。あ、聞こえてる、大丈夫。俺さ、ゲーム機をなくしちゃった。何なくした？ビータ。嘘。え、俺マジあれだぜ。今いくらあんだろう。ちょっと所持金がもうないんだよ、俺本当にガチで。あ、でも大丈夫だ。だ、1万円なくなったら、多分使ってダメだったらマジ本当闇金に借りるしかなくなっちゃうよ、本当ジャンプで。バカでしょ。ジャンプお願いしますっつって今日も。やだね、そんなのダメだね。お前 YouTube で稼げ、こら。10日で、あれ1日3割、10日で5割だっけ。知らん。もう、あの、内島さんお願いしますっつって今日もみんな LINE 来てくれたで。 LINE じゃん、ツイキャス。おお、知ってる。お、わたるくん、ありがとう。おちんちんダメだよ、そういうこと言っちゃ。ギータカくん、おっぱい。え、ギータカくん、ダメだよ。どうした？コメント見て。あ、抜けるぞこれは。バカでしょお前。バンされるよ、本当に。しばらくアカウント停止になる可能性あるからね、本当に。コメントできなくなるよ。いや、これされへんだよ。いや、マジされるって、たまに、本当に。もう今日は延長だろ。ははは、いや、だから、違うんだよ、まあいいけど、俺、ジョジョ見たいんだよ、本当に。ほら、されるよって、ほら、言われてんじゃん。スタヤの。何、ジョジョって何？エロ動画。ほん、ちょっと、ともちさん、ちょっとやっちゃいましょう、ちょっと僕たちで、ちょっと。ジョジョ、エロ動画とか言ってますよ、ちょっと。どうしますか？ちょっと、やっちゃいましょう、ちょっとこいつ。ちょっと、鶴見川に沈めちゃう方がいいっすよ、ちょっと。ちょっと、もういい。はい。ゲーム機マジどこ置いたか忘れちゃった。なんで？ないんだよ。ちょっと俺ね、あれだよ、高木くん。俺は蛍光灯を頭で割ってやるぜ。言ったの？じゃあ自分、何やるの？自分で。あ、やってやるよ。お前デスマッチを、デスマッチ舐めんなよ、聞いたか。これビデオにする？いや、いい、大丈夫です。大丈夫。で、あの、しなくていいです。いや、もうコバ最低や。じゃあ、だってさ、ビデオにしたところで何になるの？すげえ格好してる。あ、じゃあちょっと見せて。ギリ高い1日74回しこってるから。ハゲてる？え、ハゲてない。髪色落ちた。なんで？落ちてるでしょ。落ちてる。リスカあーギリ高ってくる。きたね、きたね、きたね。うわ、出た、あの、つぼみちゃんのやつやって、つぼみちゃんのやつ。あ、間違えた。カメラオフになった。カメラオフになっちゃったよ。やって、つぼみちゃんの。間違えてさ。うん。コアの次がついちゃった。ちょっとあの、つぼみちゃんやって、つぼみちゃん。もういいや、ちょっとつまんない。つまんないからいいや。いや、ごめん、ファックも映ってないよ、今。映ってない。ガチで。あ、いやー、18歳か。だって、まだ、ね、ピーヒャラとか、ギタカとか、ユリカとか、みんなまだ16だもんね、ほんと。今年17の代。いつ誕生日？ 10 月2日。あ、10月2日なんだ。とりあえず、みんなが誕生日の時は、ちゃんと祝うし、
ちゃんとおごります、僕は。言いたかない、あ、なんか、すごい、ヤクザになった、ほら。じゃあちょっと、11月15日に、あ、そっか、ユリカ11日か、11月。ユリカって言いたか。ユリカは、ユリカには、うん。サンプルは、まあ、なんだろうな。あ、これゲーム機のコンセントだ。間違えた。あれ？ちょっと待って。みんな10月がなんか多いね、10、11とかが。の、no。 何ヶ月後だ？あれは5ヶ月後に万平で、うん、俺その1ヶ月が俺で、10日が俺の誕生日の。子は今日何するの？今日はね、とりあえずジョジョを見る。抜けよ、ほら。抜かねえよ。誰が抜くんじゃ。違う、抜きたい。お前殺せよ、ほんと、鈴宮琴音。昨日さ、俺がさ、冗談でさ、エイプリルフールつぶやいたら、えって来たんだから。なんてツイートした？ん？今日は、木村つなちゃん、鈴宮琴音ちゃん、北川ひとみちゃんと、現場で一緒に撮影するんで、最高の作品を作りましょうって送ったら、えって来たから、あ、ごめんなさい、実はエイプリルフールでした。そら、あー、よかった、明日、現場なんて思ったって来たんだから。ガチシャレになんないからね、ほんと。やるな、おい。抜きたいの。いや、俺はね、今全然、そういう、あれがないから、もう、やめます。しばらく、金にします。シャキーン。俺さ、うん。ユリカ騙そうと思ったら、マジで、失敗しました。あれだろ？なんて騙したの、俺。普通に、うん。リッキーが好きじゃん、こいつ。うん。リッキーの LINE、もうしょうもねえことやるからなので、リッキーの LINE 欲しいって言ったらどんな反応するかなと思って、お欲しいって言ったら、瞬間にあ、いいねえよって言おうと思ったら、うん、見事にこいつ持ってたから、おう、うん、失敗しました。そうだよ、だって、あれじゃん、もう、そういう仲だから、もう仲いいから、もう。ほんとリッキーじゃねえよ、このマッチクソーと思ったな。さすがマッチ。なんでいや、ジョジョが、あ、まだか、ジョジョは。え、ジョジョってじゃなくて。だから、今ここには、すごい、ジョジョファンが多いって言ってもあれだけど、好きな人がいるんだから、ダメだ、あんまりそういうこと言っちゃ。なんか声が。ジョジョで抜いたらあかんで。お前、ジョジョで抜くとか、お前、ほんと、やっちゃいましょう、ちょっとこいつ、ちょっと一発。ちょっともう、怒り出ますよ、ギータカ君、ちょっと君は。ちょっと顔出して、ギータカ君。ちょっとギータカ君顔出してくれや。何？ちょっと顔出してくれや。待って。もう待てへんだよ、ほんま。待てへんだよ。徐々で抜くとかどんだけ溜まってんだよ。ちょいキモいよ、ギータカ言われてんぞ、おい。何？徐々で抜くとか。もうギータカサンドバッグにしたよな、ほんと。明日のためにその1だよな。ギータカの顔面をえぐり込むようにして撃つべし。俺顔出したって。おい、ギータカ。くさ、火薬臭い。火薬臭い。はるちゃんありがとう。今度、ホーナー弁当ね。ちょっと、木島さんの真似をしてください。わ、あんなき。なんか言ってますよ、ちょっと。ちょっとやっちゃっていいっすよ、半沢さん。半沢さん、なんか、こいつが言ってます。ギータカとかいうクソガキが。どうしますか？板橋マンジ TV、ギータカです。やっちゃっていいっすよ。今、あれ、ツイキャス見てないの？ギータカちゃん。こっちで見てるビデオの方で。見る、映ってるべ、ちゃんと。いや、違う、そういう意味じゃなくて、俺、ビデオ変えてない。あ、そういうことね。シティハンター。Get right and tough 一人では解けない愛のパズルを抱いて。ギータカくん。ギータカやだ、キモい。マンジファミリーに認めないって、ほら。誰が？え？お嬢が。誰？やめて。やめて、やめて。かわいいな、ギータカ。いや、マジでそれは嫌だ。今頃だけど、ちゃんと分かりやすくざっと説明する。ギャラリアはドラゴンスリーパーと抱えてあげればそのまま頭から落とす技。あれでしょ？こうやった後にそのバコンっていくやつ。
コバがイカつくなったな。いや違う、ギータカがなんか変なメガネつけてたから今つけてんの。汚っ、汚っ、なんか。ちょっとあれ、メガネはほら、なんか石川の隆起みたいな感じになってるもん。でもコバかっこいいよ。ありがとう、ハルちゃん。いや、俺の方がかっこいいでしょ。いや、俺の方がかっこいいに決まってる。ちょっとほんとね、今週お家の上納金がないということで。あ、鬼の手が、鬼の手が。ギータカ、今度心霊スポット行こう。行かねえよ。なんで？怖いから。怖くない、俺が除霊してやるよ。ほらほら、俺が除霊してあげるよ、ちゃんと。宇宙天地ヨガ力量幸福分、ね、何ギモほら、ギータカはキモい、コバはイケメンって書いてあるじゃん。ギータカ、現実を。え、お嬢、足ヒビ入ったんでしょ。何、ヒビ入ったらしいよ。ヘビが入った。そう、ヘビ。うん、なんでヘビが入ったん。わかんない。なんでヘビ。ゲーム機をマジで探したい。うん、高木くん、なんでヘビが入ったん。いや違う違う。何、え、ヒビね、ヒビね。お前だって俺がさ、ヘビっつったら、うん、うん、うんって言うんだもん。17歳最後の卵食べないの、お前もうバカかい、ハルくん。もう18だよ、僕は。まあ仕方がない。卵食ってやるか。俺の所属を。イカ臭い。誰がやねん。バカ。おい、板橋の万事チームの。見ろ、これが神にふさわしい卵だ。ほら、オンチ、オンチが出た、オンチ。どうだ、うえ生で食うの嫌なんだよな、本当に。じゃあ、乾杯、乾杯。あ、やばい。待ってよ、なんか欲しい。なんか欲しい、なんか欲しい。あ、わかった、ちょっとルール変更で、ちょっと待って、一応、まあ、証拠ということで、ちょっとね、こう、カメラのアングルを、あれね、俺は考えた。じゃあ、これを、砂糖入れて研ごう。研いだら平気。ああ。俺ね、卵のさ、ちょっとルールちょっと変更で、卵の目ってあんじゃん。白いやつ、あれがダメなんだよ、俺。まあ、アレルギーってわけではないけど、ちょっとこれがダメなんだよ、この白いのが。ちょっとこれだけ、あ、何の音。え、何の音。しこってる音、しこってる音。やべえ、ついてくるんだ。待って、マジでゲームどこ置いてっけ。いや、マジで汚ねえんだよな、俺の今の部屋が。じゃあ、もともとお前心が汚いんだよ。ね、いや、みんなそう言うと思うよ、多分今の状況だったら。できます、こうね、研いだやつ。見て。あ、あった。あ、コードあった。画面止まった？うん。あ
どれ？いらない。プリクラいらない。お前部屋すげえな。おい、いいか聞いたか、卵一つも飲めない男はな、まんじなんてなれねえんだよ。飲んだことあるよ、一回。じゃあ今飲んでみろよ。いや、卵ない。くそ。マジでないんだけど。いや、好き嫌いのレベルじゃないからね、これは。やばい。あのね、まあ、いけるっちゃいけるんだけど、そのね、早くなくなんないかな感がすごい、こう飲んでん時に、あの、何その、これ誰かわかる？なんだよ。ん？誰だよ。俺。汚っ。サム。あ、サムさんか。うわ、動画止めた。汚って最低だわ。ごめんね、ギターくん。今度俺のサインあげるから。俺のサインあげるから許して。これフィッシャーズじゃねえ、アバンティーズと。おパンティー？おパンティーズ？これ欲しい人いますか？おパンティーズった、今。ハウおパンティーズとか言うなって、お前やめろって、ほんと。やばい、ちょっとガチで気持ち悪い今。やばいな、これ。誕生日気持ち悪くなったらあかんだろ。お前明日俺あれだぜ、ステーキ食いに行くんだぞ、お前。地元の、ちょっとお高めなところに。そういうのお前ゲロ吐いたら、シャレなんないし、お前、言い壊したらマジ卵だよ。ほんとにこれこそ。これこそケツから卵だよ、高木くん。マジで部屋片すわ。卵出せ。ダメだよ、はるちゃん。それは君んちで出すから、また今度。卵。ほら、高木くん。なんか、ゆりかが欲しいって、アバンディーズの。あ、欲しい？うん。あげな、タダで。タダであげな。500円取ります。うわ、500円取るって最低だな。じゃあ、俺からの投資でタダで。あっち。後ろこういうこれ。後ろの。誰その今のキノコみたいな頭の人。これ？うん。あ、いや、LINE で送るわ、ゆりかに。もうギータが嫌いってほら言われちゃったじゃん。あ、足ひび入って、つい言われたくねえよ。足ひび入ったん、ゆりか。ほんとに。俺蹴ったらあいつの足痛めた。それちょっと慰謝料請求じゃないですか、ちょっとこれ。ギータかくん。やばい。ちょっと女の子傷つけるのは良くないと思うよ、ギータかくん。待って、それどころじゃねえんだよ。いや、それどころじゃないって一番肝心だよ、今が。ちょっとさっきの食い荒らしをちょっと片付けに行ってきます。その間僕はね、シュガーラッシュ見よう。あ、やばい。ちょっとさ、マジで部屋硬そう、これ。いや、もうほんとね、AV 男優検定やりたいね、はるくん。AV 男優検定1級。しゃべる。ギタカくん。これもあれですよ。あの、慰謝料請求だよ、もう。でもね、あの、神回でしたね。いや、だから、まずい、お前、だってギータが切って火入っちゃったんだべ。わからん、それは。ダメだよ。ダメだよ、それはもう。ハッピーバースデー、小林ありがとう。ウィッシュ、小林ランド作ろうな、一緒に。一緒に、小林ランドを建設しようじゃないか。よいしょ。ギータカさん、かわいそうって。あんな奴にかわいそうだと思ったら、あんたの人生、かわいそうだ。ん？誰が言ってんの？今ね、え？はるちゃんがギータがかわいそうって。誰が？ん？はるちゃん。はるちゃんいいやつだな。いや、こんなやつにいいふりしなくていいっすよ、半沢さん。もう。おい、そんなこと言うんじゃねえよ、お前。でもほら、高木ちゃん。あ？お嬢優しいじゃん、ほら。うちが蹴ったのが悪いから、請求はしないよって、ほら。大興奮だな。大興奮とか言うなって、そういうこと言うから、後からこう、地獄が来るんだよ、お前に。マジで今、部屋、すげえんだけど、コード類が。なんで？やばくね、これ。あ、ほんとだ、やばい。やばくね、それ。超やばい。やっべえな、それ。
うやっべえな、マジで。やっべえな。やっべえな、マジで。これ、くる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 。あー、くる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 。やっべえ、やっべえな、それ。それ、やっべえな。やっべえな、それは、マジで。もう、ギータか。ギータか？やべえな、それは、マジで。ホンダリコ。やめろって、ホンダリコは、マジで。てか、ギータカとコバ、次、いつオフ会行く？友達がオフ会行きたいって言ってるんやけど。そうやってさ、その友達ってさ、レナって人でしょ。なんか言ってる、なんか、レナって子って聞いてるよ。もうすぐ徐々始まるね。ちょっとテレビだけつけとこう。もし忘れちゃったら。ね、まあ。何チャンネル？怖え。くっさ。俺はそろそろ寝るよ。良い18の夜を。ありがとう、コバダイ、来てくれて。アデュー。シェイクお前の中からだよ。すいません。何やってんだよ。え、部屋片してんの？あ、部屋片してんの？あ、何やってんの？この夜中にお前。え、ゲームに探してるよ。ゴミ拾えよ。あ、上がったからちょっと。なあ、はい。あ、はい。これ最強やで。はは、ギータか。親に怒られてやんの。マジで今シャレなんねってだろうな。今すげえ怒られてかわいそう。親映ってる、これまさか親映っちゃったやつ。いや、安心しなさい、モザイクがかかってますよ。嘘つかない、嘘つかない、マジです。大丈夫大丈夫、かかってない、かかってる。レナちゃう、メグだって、メグ、メグさん。メグって誰だ？あー、わかったわかった。誰だ、キイタカくん。今度、アンパンマン。あ、あの、メガネかけた子か。そう。あ、関東にいた子だ。関東にいた子って、あの、オフ会にね。オッケー、DM 後で見とく。誰？ん？あ、違う、あの、リスナーさん。高木さん、とこれね。もう一回送られに来ないかな、思う。それまじ思う。もう一回送られて聞いたか。誰に言ってんの？え？聞いたか。え、ともっち。ピヒャラいんの？いや、いないと思う。やべえ、これは、ちょっとね、やばい。ジョジョのキャラクターでやっぱ好きなのは冥府の神アヌビス。ドン。どうもアンダギーハルデ。え、ジョジョはもうあと2分後、あの9番でやる。9番東京 MX かな。うん、そうだ、東京 MX で。いや、ジョジョのね、あれだよ。だって、ジョジョなんて多分、半年ぶりじゃないかな、多分。あ、いや、違う、1年ぶりだよ、大体。いや、違うな。まあまあ、いいでしょう。久しぶりの。4部はでも知らない。ジョジョ始まるから落ちる。あ、オッケー、ありがとう、ともち。あざっす。18金カレーのレビューして。いや、してもいいんだけどね、まだ早い。あのね、あるからまだ。これまでやってないんですよ、僕。ジャキン。ゴーゴーカレー。ゴーゴーカレー。うん、こじカレーか。まだやってないからね、ちょっと、早めに撮影済まして。
あと10秒、あと10秒でやる、ジョジョ。お、始まった、始まった。デスオス入りの柿の種、あ、それもね、ビレ版で売ってたからね、まあちょっとハルちゃんっていうね、まあ、アンダギーハルって子に食べさせようかなと思います。え、何？ん、何？なんでもない。コバって童顔だよね、よく言われる、それはでもうね、バリバリ言われる、本当に。なんか顔、顔なんていうの、体はなんかもうがっちりした人だねって言われるけど、もう顔はやばいって言われる、本当に。やばい。何？やばい。何？やばいやばい。どうした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 。どうした？腕がない。色が落ちた。ジョジョ、ブズロラ、あ、ドナンチャラカンチャラ。俺、食べねえぞ。大丈夫、俺も食べるから、一粒。一粒。ちょっと、音を落とそう。何？お、なんで持ってんの？パク、お前、俺ん家からパクったべ。見てみろ、自分で見てみろ。ないんだけど、俺の。ゆうたかパクったべ。正直や。いや、俺持ってるもん。嘘嘘、俺もある、ほら。犯人は、あなたです。めぐり警部、その人は犯人じゃございません。1999年4月、この僕が1歳を迎えた時の日だった。まだギータカ君も生まれていない。何時に生まれたの？俺わかんない。だって俺拾われたんだもん。だって俺拾われたんだもん。俺あれだよ、本当の親じゃないんだよ、あれ言うと。そうなの？これ割とガチでね、うん。言っちゃっていいの、ツイキャスで。いいよ、もう暴露しちゃう、暴露。ダメでしょ。いや、もう言っちゃうよ。いいよ、いいよ、もう。せっかくほら、18だったから、もともと俺ってなんかその施設にいたんだって。そういうの、なんていうの、そういう、親がいない？その、なんていうの、ほら。そう、やんじゃん。そうなんだ。そう、だから、な、俺の本当のお父さんとお母さんっていうのはマジで誰だかわかんないの、本当冗談抜きで。そう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 、だから苗字も本当はわかんないの。ただうちのそのなんていうの、家族の門が小林だから、まあそのね、一応はそういう、なるほど、うん。いいよ、全然全然いいよ、いいよ、大丈夫、全然。まあいろいろあってさ、ちょっと、いや、ごめん、今の嘘、今の嘘、嘘嘘嘘嘘。いや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 、ちょっとやっぱそういうのも大切かなと。出た、アイロン頭。リータが爆笑だわ、思った、俺もまんまと騙された。お前さ、それをさ、兄貴、何？それを4月1日にやっと動画で撮ってはめればよかった。いや、あんまそういうのはやっぱ良くないなと思って。騙されたの初めてやった騙されたけどな、そんな生意気な格好する前にまずちょっと爬虫類って苦手で怖いです。招き猫っていいお店だよね。ああ、
今日は本当のこと言っちゃいけないらしいよ。え？え、なんか今日は本当のこと言っちゃいけないらしい日なんだって。だから俺はあえて嘘を言ったんだよ、桐高くん。カメ、カメちゃん。あった？よかったじゃん。変身。おあ、はい、いらし方、ジョースケ。マイクラやんね。コバってさ、んあ、本当のこと、んあれ、あ、本当のことしか、あ、本当のことか、ごめん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 、なるほどなるほど、ちょっと NG だったね。何？え？何？俺？持ってにゃい。うわ、出た、クレイジーダイヤモンド。はい。何？暇ごめんね、ちょっと。俺は仮面ライダークーガからベルトを持ってる。嘘！全部っすか、もしかして。誰が？ん？この、あの今ツイキャス見てくれてる人。クーガ、アイクト、リュウキ、ファイズ、ブレイド、ヒビ、カブト、デオ、キバ。マジっすか？今ね、ファイズがほんと欲しいの。ファイズ。俺小、幼稚園の時持ってたんだけど、親に全部捨てられた。あのなんか、あのね、買いたいけど、なんか今、アマゾンとか、他のサイト調べても、もう、10万円とか。だからほら、あんじゃん、パンチするやつ、こう。あれでも、もう、いくらだ？ 8万とか？やばいって、ほんと。ゴースター持ってない。あー、まあ、まだね。もう、ドンキホーテなんてあれだよね。あの、こっちのドンキホーテは、仮面ライダーのベルトがね、もう2000円で売ってて、もうその一通りあんじゃん、あの救急車とかさ、黒の剣とか、もうあれなんかもう300円で売ってた、まとめて。うん？おう。なんで？何がある？凶器？あ、もうあるよ、すぐほら、こういうのとか。あは、ウルトラマンか。え、マジ欲しい、ベルトが本当に。え、もしかしてそのベルトのなんていうの、パワーアップとか全部持ってんの？その、例えばブレードとかだったら、あのフュージョンジャークとかさ、あとあの剣みたいなんじゃん、すごいでっかい、あのスペードキング、スペード10、なんとかなんとか、ロイヤルストレートフラッシュ、全部持ってる感じですか？いいなぁ、全部持ってるわ。そう、はるちゃんちはね、知ってる、あのおばあちゃんちだべ、あのね、まあ家とかちょっと行っちゃうとあれだけど、まあ近場に
俺もな、ブレード欲しかったんだよ。で、俺買ってって言ったのに、なんかお母ちゃんが、なんか、ダメって言ったの、なんか、どうせすぐ飽きるんだから、買っちゃダメって言って、ただ今となってみろよ。ギャラすごいぞ。ギャラすごいっても、売ったりしたら、俺の部屋は仮面ライダーのベルトとかが多い。羨ましいな。やっぱ捨てられるで、わかる。ここは、ん？アクション映画ですね。何それ。何それ、ペンダブルス、何それ。あ、知らない。うん、あんまり俺バイオハザードとかしか興味ないもん。ダイハード、じゃあターミネーター見てたよ。今度はマリオクと持っていくわ。とりあえずレイアウトですね。ジョータロウには勝てねえよ。捨てられない。だって親が好きだから。いいよね。ほんとそういう親ってね、羨ましいと思う。そういう、なんていうの、仮面ライダー、お父さんも好きみたいな。だからまあ、僕がね、まあ結婚した時は、まあ子供が仮面ライダー好きで、まあ僕も好きみたいなね。まあそういう、まあ形が、もう作りたいっすね。ね、ハルさん。ドラドラドラ来た、ドラドラ。結婚とかまだだろ。いやいや、すぐです、すぐですよ、もう。だって、もう10年後っつったらもう俺なんか28だぜ、28だよ。うん、28だよ。もうおっさんだよ。剣山ボード作ったけどすぐに封印されたし。あー、何？オッケー、じゃねー。あれ、ちょっとはるちゃんに今 LINE を送った。さっきね、送ろうと思ったけど、ちょうどギータカからね LINE が来て、まああと3分で終わりにしよう。さすがに、まあ、俺もね、お、とりあえずおめでとう、アルザース。まあ、デスマッチアイテムはね、いろいろ、まあ、作ってんだけどね、蛍光灯オブジェ作りたい。まあね、はるちゃんと一緒に蛍光灯をね、割るんで、ちょっとそこら辺の活躍をちょっと、みんなに見てもらえたらなぁと思いやす。はい。まあ、あとドラゴンくんとかね、まあ、僕の、もう、軍勢。じゃあ、はるちゃんいつ遊べんの？大体、日にち的には。いつ遊べんすか？まあ、あと、1分半。さっきみたいに痛い目を見る。わからん。まあとりあえず、まあ、早めに遊ぼうや。4月うちは11から学校やから。まあね、まだね、ツイッター見てないんすよ。まだあの、さっきね、ずっとギータカちゃんと LINE してて、だからまあ、うろ、おっと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 、あれば、まあ、11とか遅ない、ダメ。11なのよ、うちは。多分他のね、高校とかだとまあ、8とか、そんくらいじゃない、多分。まあ、あと30秒ということでね、また、ツイキャスは、明日やるかな？まあ、ケーキの撮影が終わった後。コバちゃんが作った凶器。あ、そう。あれはね、もう、マッシーが作ってんから、武田マーシーが。俺、高校行ったら遊ぼうや。オッケー。いつ、高校始まんの？もう、切りやす。あの、どうしよう。コバチャンネルベータにあげよっかな。この動画はちょっと。あげよう。じゃあ、ね、また。5から、
ここか。オッケーオッケーオッケー。